こんにちは、クレイセラピスト、前島麻衣です。今日は、クレイセラピスト養成講座を受講いただいた、浦上千佳さんに受講の感想をお聞きしたいと思います。それでは、千佳さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ということで、かわいいね、赤ちゃんを抱っこして。赤ちゃん、12月ですよね、昨年の。はい、そうです。今、2ヶ月です。2ヶ月ね、大変ですね。忙しいね、出産育児の合間に、クレイセラピスト試験合格されましておめでとうございます。ありがとうございます。ね、6月に認定されるので、ちょっとまだね、クレイセラピストとしては、名乗れないんですけれども、まあね、活動されるということで今日はお話を伺っていきたいと思います。早速いろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、まず一つ目としてですね、なんでクレイセラピーに興味を持ったかということでお話をお伺いしたいと思うんですけど。はい。自分のお店を持ちたいって思ってて、で、そのメニューとして使えるもの何かないかなと思っていたところで、たまたまツイッターかな？ツイッターでクレイセラピーの言葉を知って、で、そこから初めて聞いた言葉やったんで、興味を持ちました。なるほど。お店を持ちたい。どういうお店を？一応、もともと脱毛サロンで働いてた経験もあって、ちょっと美容のことに興味があったんですけど、その機械を使った美容っていうよりは、自分の手を使ってできる美容に興味があったので、そういうお店を持ちたいなと思いました。なるほど、そうですよね。脱毛だと聞くやってる。そうですね。ですよね。なるほど。で、そう、まあそんな感じで、クレイに興味をお持ちになったということなんですけども、そう、まあ、じゃあ具体的にクレイセラピストを目指そうと思ったのは、まあそんな感じですよね。そうですね。うん、でもほら、具体的にこう、もっとし深く学びたいとかいうことで、ま、目指されたと思うんですけど、まあ、その辺はなんでこうクレイセラピストを目指そうと思った感じですか？前島先生の初めてのクレイセラピー講座を受けて、そのクレイの良さを実感したのもあったのと、あと近場にクレイを使っているサロンがなかったので、それをメニューにすれば、なんか自分の売りになるかなと思って、クレイセラピストを目指しました。なるほど、そう。意外とね、まだね。そうですね、少ない。ね、でも結構、クレイ自体の認知度っていうのは、やっぱり年々上がってはね。最近、はい、上がってますね。ますけどね、なかなかそのサロンをっていうのは、ちょっとまだ。そうですね。感じですよね。はい、あ、そう、ちかさん、どちらにお住まいですか？滋賀県です。滋賀県ね、滋賀県もないですよね。うちの方もそんなにないのでね、まあ、全国的にって感じですね。はい、はい。そしたらですね、まあ、そんな感じでクレイセラピストを目指され、目指して受講を、まあ、していただいたんですけれども、そう、最初にね、ご受講いただいたのが初めてのクレイセラピー講座だったんですけど、なんでこのうちの講座に受講されたのか お伺いしてよろしいですか？クレイセラピーに興味を持ったときに、まずクレイセラピーの本を読みまして、けど、なんか、まあ、読んでもよくわからなくて、で、ネットで調べようかなと思っても、あんまり情報が載ってなくて、で、これもまたツイッターなんですけど、前島さんのツイッターを見つけて、で、あ、こんな初めての人の向けの講座もあるんやなと思って受講しました。なるほど。はい、そう、ツイッターね。ツイッターが最初だったんですね、私ね。最初ツイッターでしたね。でも本当、まあ、ツイッターもいろんな方から、はい、あ、ちょっとピンポンになっちゃいましたけど、いろんな方から、フォローいただくんですけど、そう、ちかさんね、すごい鮮明に覚えていて、そう、ね、実はクレイセラピストとしてこれから活動されますけど、今、されている活動を教えていただいてよろしいですか？今は、ジャガータトゥーっていう、2週間で消えるタトゥー、ボディーペイントみたいなのを描いたり、で、マルシェに出展させてもらってます。
そう、ジャグワタトゥー、私そう、ジャグワタトゥー、チカさんっていうフォローを見たときに、なんだって思ったっていう。ジャグワって何ですか？ジャグワは、南米のパナマフルーツっていうフルーツ の, あのインクのことです。フルーツのインク、よくね、ヘナタトゥーは。あ、そうですね、ヘナタトゥーのちょっと色が違う。で、ヘナはあの葉っぱなんですけど、ジャグワはフルーツで。色ちょっと違うんですね。そうですね、ヘナは赤っぽい、オレンジっぽい色で、ジャグワは黒っぽい、青っぽい色です。そういう違いがあるんですね。確かになんかこう、はい、ヘナは茶色いようなイメージあります。なるほど。そう。じゃあ香りもやっぱりフルーツだから。そうですね、ちょっと甘いっぽい、うん、感じの感じです。まあまあ、なるほど。ジャグはそもそもなんでやろうと思ったんですか？そもそもまあ、タトゥーとか、まあ、好きだったんですけど、まあ、子供も生まれたりして、その本なんかタトゥーを入れる機会もなかったので、で憧れもあって、まあ、自分で描けるようになったらいいなっていうところから始めました。なるほど。あ、じゃあ元々タトゥー興味あったっていうね。そうですね。なるほどね。そう、そんなね感じで、そう、ジャグワタトゥーって私本当最初って思ったのがすごい印象的でして、じゃあそんな、ジャグワタトゥーと、じゃあまあ今後はまあクレイセラピストとして、はい、今ねマルシェとかで、ジャグワ生まれてるそうなんですけど、はい、まあそんな感じで一緒にやっていこうかなっていう、そうですね、感じですかね、はい、なるほど。で、実際にそうですね、クレイセラピーの講座、私のねクレイセラピーの講座受講してみて、よかったですか？はい、よかった。言わせてる感じですよね。どんな感じが良かったですか？自然療法にちょっと触れる機会はもともとなかったので、で受講して今自分にも子どもたちにも使えるようになって、でその薬に頼りすぎず病院に行く回数も減って、でこれからその役に、その困ってる人たちの役に立てるようなクレイセラピストになりたいなと思います。ありがとうございます。そう、ね、本当に養成講座始まってすぐですよね、はい、他にされたのがびっくり。 でもなんか私もすごい嬉しくて、なんでかっていうと、私が娘が1歳になってからクレイセラピー始めて、はい、なんだ赤ちゃんにめっちゃ良かったじゃんってすごい、ね、答えなかったのに、なんかこうね、で、まあ、もうこの年ですから、もう第二子っていうのもあれなので、そう、なんかそんな思いが強かったので、はい、すごいなんかね、受講中にちかさんに本当にこういうふうに使えるよ、こういうふうに使えるよっていろいろこう、お伝えしたことをちゃんと実践されて、はい、良さを実感されて、はい、そうね、じゃあ今後同じような感じで、はい、してるね、方に広められたら、いいですね。はい。はい、じゃあ、実際にじゃあクレイセラピストとして、まあ、とりあえずじゃあマルシェとかの出演ですかね。そうですね。はい。うんうん。その予定です。なるほど。はい。施術とかはやっぱり。施術もまあ、その子供がもうちょっと大きくなって、ちょっと手が離れてきたら、やっていこうかなと思ってます。うん、そうですよね。まだね。おぶって施術する。いかないですからね。ワークショップとかの方なら、おんぶしてとかでも教えていけるかなと思ってるので、うん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 、じゃあ最初はまあとりあえずワークショップとか、まあ、ね、教える講師っていう感じで活動されるという感じですね、はい、じゃあそんな感じでちょっといろいろね、長くお聞きしたかったんですけど、赤ちゃんがね、かわいそうなのでこの辺で、お話を、はい、ありがとうございました。ということで、はい、クレイセラピスト養成講座ご受講いただいた浦上千佳さんに受講の感想をお伺いいたしました。今後の、活躍、楽しみにしています。ありがとうございました。ありがとうございました。